日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ジーナ、スターバックスのルージュホワイトオペラフラペチーノとルージュオペラフラペチーノを飲みたいと思います。先日発売されたオペラフラペチーノにストロベリーソースが加わったものですね。あ、金粉パウダーが足りなくて一部の店舗ではみたいな情報が流れてたんですけど、私の行ってる店舗では無事に販売されていてよかったです。それではこちらのオペラフラペチーノから飲んでいきたいと思います。シンクの色が綺麗ですね。では飲んでみるとジュワッとベリーの甘酸っぱさが広がってくるので、先日飲んだ通常版とはまた違った美味しさ味わいがありますね。一足早い春を感じさせるようなフラペチーノになっていると思います。で、その絵を踏まえた上で今回はなんかな、ホワイトと通常版の基本的な部分は変わりませんが、ルージュが入っているだけで評価は大きく変わっているような気がしますね。もっといろんなフルーツで飲んでみたいフラペチーノだなぁと改めて思いました。詳細な味のレビューはこの後すぐに行います。ごちそうさまでした。最初に飲んだオペラフラペチーノは前回と同様にアーモンドの香ばしさとチョコの苦みがあるのですが、そこにルージュのソースが加わることで甘酸っぱさも加わってよりさっぱりといただくことができましたね。濃厚とさっぱりの振り幅ができていて、前回のオペラよりもさらに美味しくなっていて、一方ホワイトオペラフラペチーノについてなんですけども、こちらはもともと甘めなので甘酸っぱさも感じられたんですけど、オペラフラペチーノに比べるとちょっと弱いかなと思いました。どちらもぐるぐるかき混ぜていかないとベリーソースの美味しさを楽しめないので、飲むときはぜひかき混ぜて飲んでくださいね。というわけで今回はオペラフラペチーノの方がベリーソースの酸味を感じられてより美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると、リクエストがありましたら送っていただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。